本日の動画はこちら、メガドックの、180ですね。先日もね、これで釣れたよなんていうね、動画あったんですけども、ね、実はもう一匹釣れていたんですね。しかもちょっと嬉しい感じで。まずはこちらをご覧ください。よっしゃ。もうリアクションで食わすしかないですね。よっしゃ、リアクションで食わした。リアクションで食わした。はい、メガドック180来ました。朝一フィッシお、ボイルしてますよ。食い上げてる。原さんの正面、原さんの正面、あの鳥の下、正面のあの鳥の下で、 そのちょい左ですね。2回食い上げてた、でっかいのが。結構でかかったっすよ今。あーはヒュージ来た。いいっすねー。これユールハイギアでかけるぞ。それ新しいサオスか。6060、グイ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 。70欲しいっすね。はい、すげえやだね。見られちゃってますね。おー、およ、それはやっといた方がいいんじゃないですか。無理だよ。9時。俺のあまりにもここの船宿の人たちラバネット使わないから自分で買ってきたよ。山田さん買ったやつ。自分で買ってきたよ。おお、意外とある。でかい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 。イエーイ、まだまだ9時いけるんすね。船長がボイルにザクッと当ててくれましたよ。ナイスフィッシュ。ありがとうございます。いい。70ないぐらいかね。お、これ新しくこさえてきた6060ですね。これも6060。俺のはチタントルザイトだけど、原さんのはステンレス SIC で組んだバージョンですね。ガイド8つ。はい。ガイド8つ。いや、長いっす。これちゃんと持ってもらっていいですか、一発。これでかいっすよ。お、頭でかっ。もうでも70ないんじゃないかな。腹が張っとります。いやー、いいっすね。もう来た甲斐があったな、いきなり。もありがとうございます。いいものをいっぱい見させてもらってる。俺がたまに思い出さお出たえ、それ須田さんですか。おかわりです。おかわりです。沈めたも全然違う。ああ、いい。あ、原さん、山田さんが。うわあ、かっけ。今ジグやったら多分とんでもねえ。あ、これいらないですよ。いらないですよ。あの、多分置いといてもらっていいですか、この辺。あの正方形のやつだもん。よいしょ。山田さんスペシャル。あと隣人 X を毎日1話ずつ読んでます。隣人 X って何？隣人 X 知らないですか。隣人 X って何？男のストーカーものみたいな。眉村ってなんか超ムキムキのやつが、それ知らない。口とかグーンバコーンとか言ってこう知らないですか。知らない。隣人 X 面白いですよ。
気持ち悪くて人体損壊系漫画です。あ、まだ見てないです。それ人体損壊系ですか。スモーキングサベージは、はい、スモーキングサベージはそうだね、はい、あれだね、なんだっけ、まあ、そうだね、殺し屋市みたいな。あー今の、はい、本当ですか、なんすか、マジすか今日一回も行ってない、一回も行ってなかった。入ったんだよ、どこでしか釣れねえ連中が。いやもう本当津田さんが毎回当たるって嘘つく。毎回って書いてない。津田さんだってまだ一匹も釣れないじゃないですか。津田さんは今回も苦戦気味ですか。全然釣れないんだ。はい、全然釣れるよ、余裕です。こんな感じですね。餌のサイズとぴったりね、このサイズ化を使う必然性ですね。ちょうどヒュージペンシルと同じぐらいですね。メガドック180だとちょっとね、はい、この白、これがベイトです。ここは一つ誘い出し。早くやれ。頑張ります。やれ声出てるな。いやーさ、今日声出てる、今日声出てるな。亀山だったら端から端に届く叫びでしたよ。はい、わあ、いい潮目乗っけてくれてんだけどな。頼む。すげえよ、俺が乗っかってるだけでお前は乗っけてる。出します。出します、この流しで。釣ってくれよ。はい。いいぐらいの。頑張ります。これがランカーだから。はい。はい。スラムドッグモンスター津田さんでも裏裏で体に当たってた。あれ連魚か、あれも結構すごかった。津田さん喜んでた。これ何、下手だから釣れないの。始めさせてもらいますみたいなやつ挨拶何回か来てたの。はい、名乗らない、謎らない。じゃあ意味ねえじゃねえかと。謎らない。いや、今船とか見たいよ。あー、山さん、前回に比べたら若干ちょっと食いが渋いじゃないですか。これもちょっとディズニーの花火でお茶濁すしかないんじゃないですか。大丈夫です。8時半じゃなくて今8時なんで、30分早く帰れます。まあ俺誰にも怒られて、前回マジで確かに限界超えて、12時ぐらいに帰るしかねえと思って。起きちゃったらまだ眠くて。違うんだよ、着続けてりゃいいんだけど、途中で切れてくるしてる。ああ。気持ち切れてから来るから、ダメだと思うんだけど。おっしゃ、出た、食った、出たー、よっしゃー、よっしゃー、えへへ。いや嬉しいな、地元沖で連れてくれたか。まだまだこれブーッとか言って、あーって言って終わっちゃう。いや今出たのも見えたんだか見えてないんだかだったんで、いや、多分ちょっとワッキー気味なのかもしれない。まあちょっとこんな感じです。ワッキーさん、ちょっと頭よ、あ、いけます、いけます、いけます、ありがとうございます。
やつです。言ってやがる。よっしゃ、地元でメガドック180来ましたよ。釣れるんだ。まだラッキーショット決まりました。いやー、はい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 、ね、メガドックの新しいサイズですよ、180。イエーイ、長い長い激逃がしてあげて、こんな感じで釣れております。じゃあ引き続き頑張ります。イエーイ。はい、というわけでね、今年はね、あの船橋のエリアがねずっと絶好調っていう感じだったんですけども、終盤の方に来てですね、がぜん火災浮きがね、具合良くなってきたよなんていうことで、まあ三枚図なんて言われてるエリアですけども、そこでこのねメガドック投げてみたところ、東京エリアでもねこのメガドックね、しっかりと魚を引っ張り出すことができたっていうことでね、ちょっと嬉しい一匹だったんですよね。まあ結構ね地元の方なんですよ。でまあね、これはね引き続きまあ使いやすいサイズ感のメガドックっていう感じですけども、これね、今ね作っている竿なんですけども、なんというか、使いやすかったなということで、まあちょっとこの手のね、ルアーを使う時にねタックルどんな感じかなっていうことで、まずあの太い P ラインがですね、いっぱい巻けるハイギアリールですね。自分はねあの最近このビッグシューターコンパクトのね、結構これも古いモデルかもしれないんですけども、これがですね4号とか5号の B ラインをすごいね、がっつり巻いておくことができるので、あとはですね、なんというかな、糸巻き量があるのとトラブルが少ないのと、もうこんな感じでね、もうここら辺すごい腐食してるんですけども、こんなボロボロな状態になってもね、ドラッグの効きもいいっていうことで結構ね信頼してね最近これ、使っております。で竿の方はね、専用にねメガドック180とかね、あとアマゾンペンシルなんかにちょうどいいんじゃないかなっていう風に、作ったですね、竿ですね、6フィートほどの長さで、手元でこうずっとねシャン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 ねアクションをしてもね非常に疲れないっていうね、こういうことで作っておりまして、こういう感じでね、グリップエンドがちょっと長めなんですよね。これによってこう手元の方にね重心が来ているので、なんだろう、まあここら辺で持ってもちょっとね竿先が上がるようなね、そういったバランス感覚なんで、一日ねこう、まあなんだろう、ほんとね振り子の原理を利用してというかね、疲れない体勢でずっと糸をねこうちょん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 動かし続ける釣りなんですけども、そういうのをやり続けた後もね、まあ一日やり続けてもね疲れないね、そういったまあ竿全体のトータルのバランスでね自分のお好みのができないかなっていうことでね、今いろいろ試してみております。これね2号機なんですけどね、非常にね具合が良くてねちょっとお気に入りでございます。で、まあ今回これですね、メガドック180ね、まあ220ってちょっとね持っていく状況ってね限られるっていうか、まあ1年の中でも釣れるタイミングもちょっと限られるんですけども、こっちの180はねほんと投げやすいんで、ブラックバスなんかも結構ねそのままいけちゃうんじゃないかなっていうことでね、あとはまあ散々投げてみたんですけど、やっぱね塗装がメガバス強いな、全然ね剥げてこないんですよね。で針もね最初からいいねピンシャンの針がついているしね、ほんとねこれは、使いやすい、メガバスらしい、ルアーだななんていう風に感じております。はい、というわけでね、引き続きチャンスがあったら、180でね、どんどん釣りを進めていきたいと思いますが、今回の調校ではですねこの1匹でメガドック180で釣れた魚は最後かな。どうだろう、もう今年最後になるのかな、もうワンチャンぐらいなんか狙えるのかな、ちょっとね予定とにらめっこしながらですけども、引き続きね、せっかくもう秋の終盤戦ということでタイミングがあったらね、どんどん投げ込んでみたいと思います。
はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、メガバスのメガドック180、これでね、地元でいい魚が釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。